楽になったけど、その場だけでまた痛みが出る。あなたがセラピストに一言聞いてください。はい、理学療法士の松田啓太です。動画の時、ありがとうございます。このチャンネルでは、チャンネル以上続く腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対しての根本的な解決方法を紹介していく患者さん向けの動画になります。なので、もしあなたがどこに行っても改善しない痛みがある、もしくは痛み止め、湿布でその場しのぎの痛みを治療しかしていない、そんな方であればですね、この動画を見ることによって、根本的な痛みの原因をですね、見つける方法、そしてですね、痛みを解決する方法を紹介しますので、ぜひ最後見ていただければと思います。で、今回ですね、あなたがですね、行っている整体院だったりとか、整骨院とかですね、医院ってあると思うんですけども、まあ、そこのですね、今回ですね、ちょっと厳しめの動画になりました。何かと言いますと、ダメな整体院、整骨院、医院ね、どんなのなのかっていうのを、私、理学療法士として病院でまた貸してもらって、今は整体師として、こういう風な形で個室でさせていただいてます。で、その中で、やっぱ患者さんがですね、来られた時に、他の整体院に行った、他の医院に行った、他の整骨院行ったんだけども、こんなところが治療を受けたらダメだったの、この、やっぱそうだよな、改善しないよなっていうところでですね、あります。なんでこれね、ただね、否定をしてるわけではなくてですね、考え方と、本当に根本的に解決しようと思ったら、私は違うんじゃないかなっていうところですね。なんで正直その場だけ良くなるっていう観点なのであれば、私は違う方になる。なんで見てるあなたがですね、根本改善をしたい、痛みが二度と発生しない、二度と感じることがないっていう生活を送りたいと考えてるのであれば、整体選び、いわゆる治療するところの選び方っていうのはすごく大事になるので、今日の動画ぜひね、最後見ていただくことによって、どこに行けばいいのか、こんなところには行っちゃダメっていうところの基準が分かると思ってください。どこで治療していいか分かんない、どこでね、私の痛みを改善できるか分かんないって人であれば、ぜひ最後に見てみていただければなと思います。では行きましょう。はい、じゃあですね、このダメな整体院ってね、おお、過激なテーマだかもしれませんけど、まあ、私の観点からで、まずそもそもですけども、これは根本的に痛みの戻りがない、ちゃんと痛みの根っこから改善していきましょうという考えであれば、ちょっと違うんじゃないかなという視点だと思ってください。いろんな考え方あります。その場だけ痛みが良くなればっていう考え方もありますので、これは違うと思うんです。根本的に痛みが出ないような体を作っていこうっていう整体院か、その委員か、整骨院かっていうのを見極める方法だと思ってください。で、これ大きく3つのポイントがありまして、まず1つ目何かと言いますと、はい、これでございます。1つ目、問診しない。問診ありますけども、問診っていうのは、これ問う、診断って書いてますね。まあ実際にね、これ診断っていう言葉自体は医療以外でね、ちょっと医師以外は使っちゃいけないっていうね、形があったりはしますけども、まあ問診という一個の言葉だと思ってください。解いていくね、いわゆる話を聞いて痛みが原因ここなんじゃないかなって見つける方法だと思ってください。で、私はね、まあ毎回ずっと言ってますけども、痛みは結果です。なんで原因を探しましょう。原因が解決すれば結果が改善する、痛みが改善する、だから原因を見つけましょうって言ってますけど、この原因を見つけるっていう方法が大きくですね、3つあるんですね。何かというと、三診と言いまして、問診、そして視診、そしてもう一つが触診。この3つで三診って言いますね。3個の診断の方法って言います。で、問診っていうのは、いわゆる問う、いわゆる話をしながら原因がここじゃないかって見つけていく方法。そして2つ目が視診、見て、あ、確かにここがこうなってるね、あ、確かに腰が曲がってる ね、股関節が伸びないねとかっていう、見て診断をするっていう方法。そして3つ目が、ああ実際に触ってみて、ああ確かにここが腫れてるね、ここが高血があるね、ここが動きにくいねっていうですね、実際触りながら原因を見つける方法。大きくこの3つがあると思ってください。これですね、ただ3つが独立してるわけじゃなくて、これ第1段階、第2段階、第3段階っていう順番があります。で、これの一番最初が問診なんですよね。で、問診があるから、どこを見ないといけないが分かってくる。見て、ああ確かに見て、確かにそうだねってなったら、触って確認をしないといけないってなっていくんですよ。例えば病院に行ったりとかしても、先生と話すっていうことをやりますよね。そして、ああそうですか、わかりました、じゃあちょっと見せてみたいなね、感じで始まってきますよね。で、ちょっと喉の奥とかね、まあ耳鼻科とかだったら見て、ああそうだねみたいな、で、ちょっと、ああこの辺も腫れてるねみたいな感じになりませんか。あれって結局話を聞いて、うんうん、なんかちょっと扁桃腺っぽいねみたいなね、じゃあ触診で、ああ確か喉腫れてるね、視診をしました。で、最後、喉、ああ、うん、確かに腫れてるね、触診。ね、こんな流れ
ようになってる。だから問診指針触診って進んでくるのがスタンダードな流れです。と考えた時に問診がスタートしなかったら触診も指針もないんじゃないかってことですね。実際は治療しながら見たりとか触ったりしてるんですよ。ですけど問診しないとどこ見ていいか触っていいか分かんないってことであれば、問診って一番大事な最初の原因を見つける方法なんですよ。でこれがですね、問診せずに、あ、わかりました、あ、寝てくださいって始まるとこはめちゃくちゃ多い。一番わかりやすいのはマッサージ屋さんに行って、どうですか、あ、何々様、ありがとうございます、あ、ですね、こうですか、あ、こういう時に痛いんですねって聞かれたことあります？ないですよね。あ、はい、こんにちは、じゃあ寝てくださいですよね例えばこれですね、病院だったりとか整骨院とか整体院でも一緒で、整骨院とかに行ってね、あ、わかりました、あ、ちょっと腰が痛くてって、わかりました、じゃあね、ちょっと電気やってみましょう、電気やってみて、で腰に当てて、全然話聞いてもらってないけどみたいなねでなりながら、あ、じゃあ次ねベッド乗りましょうみたいなね、ウォーターベッド乗ってこうリラクゼーションしましょう、ちょっとでも全然話聞いてもらってないけど、ちょっとあの私動くと痛いんだけど腰みたいなねってなって、で最終的に座って、ちょっとまあ腰がね硬そうなので、まあ今日は電気とウォーターベッドで終わりましょうみたいな、え、話聞いてもらってないみたいなねこんなこともあったりする。で最終的にちょっとあの寝てもらって、あのどうですか、腰この辺が痛いですかって腰をマッサージして終わっていく。これって原因見つける作業今のところありました？ないんですよね。で結局問診指針触診をしないって何かって言ったら、結局これって根本の原因見つけてないよねって話なんですよ。だからそもそも見つけようとしてない、だから根本的に解決しない、結果だけのアプローチをしてる、結果として電気をしたりウォーターベッド乗ったら楽になったけど、その場だけでまた痛みが出る、これ根本的な原因解決じゃないですよね。ただリラクゼーションとかその場の痛みを取るっていう点では全然いいと思う。根本的に解決したかったら問診をしないところっていうのは、そもそもあの根本的に解決できないと思ってください。なのでまず問診をしない、これはね、やっぱ私が見てきた中で聞いてきた中で一番多いです。話聞いてくれなかった、そうあなたが思うんだったら、それもしかしたら根本的に解決できないかもよってことはぜひね覚えてください。これがまず一つ目のダメな整体院、いわゆる根本的に解決できないんじゃないかっていう整体院とか整骨院院のポイントでございます。はい、でですね、次2個目です。何かと言いますと、2個目は、はい、ちょっと書き方があれですけど、はい、字が汚くてすいません。はい、2つ目は、患部に治療する。これ何か、患部って何かって言ったら、簡単に言ったら痛い場所だと思ってください。腰が痛かったら腰、膝だったら膝、肩だったら肩っていうような、肩が痛くて肩治療しましょうっていうのが、これが患部を治療するってことですね。痛みは結果です。痛んでるところ、肩が痛いね。これ肩が痛かったら肩が痛いんですけど、この肩が痛いっていうのって、なんで起きるんですかって言って、例えば猫背になってて肩甲骨が動いてないからとか、肋骨いわゆる胸郭が固まってしまってて猫背になってしまう、まあこんな風に丸くなってるからとかみたいに原因があるんですよ。ですけどこの原因じゃなくて、患部の痛いところに対してこう例えば図書でこうマッサージみたいなことをやってみたりとか、あとはここに対していわゆるこう注射をしてみたとか、あとは湿布をやってみた、ただこれは悪いことじゃないんです。痛み自体は確かに引きます。ですけどまた痛みって出ませんでした、これ見てる方はうんうんってなるんじゃないかなと思うんですけど、あの患部に治療するのは悪いことじゃない、ただ根本的に解決しようという点においては、これ患部に治療するって結果にアプローチしてますよねって話なんで、これ解決しないですよね。なので毎日行って毎日その場で取っていく、でもこれずっと続けてるとなんか効かなくなってくるんですよね。例えば薬もそうですよね。薬も痛み止めずっと飲んでるとなんか効かなくなってきた、やっぱそしたら痛み止めを1錠頼むのに2錠飲んでみるとかっていう風にしてやっていく。1週間に1回で痛み良かったのが1週間に2回になり3回になり、毎日行って毎日行っても痛いから毎日マッサージに行きながら、整骨院に行きながら腰に湿布を貼ってます、そして痛み止め飲んでます、で最終的にはこの痛み我慢できなくなって手術します。まあこんな風にね、どん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 なんか知らないけど悪化していく。なんでか、患部いわゆる血管に対してアプローチをして原因にアプローチをしてないから、原因がどん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 広がっちゃうんですよね。そしたら取り返しがつかなくなっちゃう、最終的に手術とかね、寝たきり、こんなのもありえんじゃないかってことはぜひ覚えてください。なんで患部に治療するっていうのは、もう一回言いますよ、悪くはないんです。ですけど根本的な解決にはなっていないので、根本的に痛みが戻りがない状態を作りたいんであれば、患部に治療してるってこと自体はそれは違うんじゃないかなってことはぜひ覚えてください。まあ原因に関してはですね、知りたいということであれば、肩の痛みだったりとか腰痛のですね原因を解説した動画もありますので、まあまた貼っときますので概要欄とかもチェックしてみてください。で最後3つ目になります。はい、で3つ目、これ
これがですね、ちょっと考え方ちょっと分かりにくい部分になるかもしれないですけど、3つ目は積み重なっているか。はにゃ。分かりにくいかもしれませんけど、何かと言ったら、積み重なってるかどうかって非常に大事で、何かというと治療が積み重なってるかです。どういうことか分かんないですよね。これはですね、私たち、よく私もですね、よく言うんです。YouTube 撮ってるとですね、先生魔法使いみたいな感じで来られるんですけど、魔法使いじゃありません。私はですね。ただ、ちょっと人よりも解剖学とか原因を見つけることがうまいだけです。なんで、原因を見つけて、じゃあこれが原因かなと思ってアプローチをして100発100中狙えるか治すけるかって言ったらそうではないです。私は1回で完璧に良くすることってのはできません。人間の体はそんな簡単じゃないです。だって痛みが出るまで何年かけて痛み強くしてきました。それを一発で治すって体がですねそんな簡単じゃないんですよ。逆に言うと痛みがすぐに痛みそこまでの痛みにならなかったのって徐々に良くな痛み強くなりましたよね。何かって言ったら痛みが出ないように頑張ってだけど耐えれない部分がどんどん溜まってって今の痛みになってますね。じゃあこれをボーンって1回で治そうとしたら、まあ例えば手術をしたりとかすごい衝撃が加わらないと難しいです。ここまで溜まったやつを徐々に溜まったやつどうやって解決するか、徐々に解決していく以外ないんですよ。一気に痛みを改善しようと思ったらそれ体への負担がすごいですから。だからもちろんね、1回でガッと刺激を強くしてやったりするときあります。ですけど、やっぱ患者さんに炎症が起きたりとかっていうこともやっぱりあったりするので、負担がなく、やっぱりちゃんと解決していきたい、根本的に解決していきたいということであれば、これはですね、やっぱ時間かけていかないといけない。で、なんでかって言ったら、そもそもですけど、さっき言いましたけど、何年もかけてね、多分10年、20年とかっていうスパンで腰痛がね、積み重なってきたんだったら、それを解決するのに、やっぱり、ね、最低でもね、3ヶ月ぐらいかかります、正直なところ。ね。やっぱ、で、大体これはね、人にも個人差がありますけど、大体まず30回ぐらいのイメージを持ってくださいってことで言わせてもらいます。で、この30回の中で何をしてるかって言ったら、例えばですけども、A という原因、B という原因、C という原因。これね、原因に関しては、まあ、各、動画とかでも説明してますけど、例えば、腰痛と言ってもですね、いろんな原因があるんですよ。そこに対して、A かな、B かな、C かなって、私は原因を見つけていく。じゃあ、A かなと思って治療してみたけども、痛みが変わらなかった。A のアプローチをしても、痛みが変わらなかったら、A じゃなかったということを考えないといけません。であれば、次は B か C だなと。ね。じゃあ、B をやってみたら、痛みが改善しました。痛みの戻りも少なかった。ってことで、例えば B が治療しないといけないんだになります。でもね、この B の中にも例えば胸郭だったとしたら肋骨なのか肩甲骨なのか鎖骨なのかみたいなね、いろんな部位があるので、またここから ABC があってみたいなね感じになってきて、でまた肩甲骨だったら肩甲骨の動きの中でも情報回線か挙上かとかね、じゃあ小胸筋かなとか前鋸筋かなとか肩甲下筋かなとかみたいにいろんなものが出てきて、でまたここの中でもこんな風なものなのかみたいなのが出てきてっていう風に、人間の体ってねめちゃくちゃ複雑なんですよね。神経もあれば筋肉もあれば関節もあったりとか、いろんなものが原因になっていることが多い。でこれを一個一個こうじゃないかこうじゃないか、じゃあここじゃないかみたいな感じのやっていく作業なんですよね。ってなってきたら正直一回じゃって難しいです。なのでやっぱり、ね、積み重ねていけるかどうかっていわゆるこの、これがダメだったら次こっちで、こっちがダメだったらこれやってみて、あこれやったらこれやってみてこれやってみてみたいな積み重ねができてるかどうかってのはすごく大事。ちょっと難しい話してますよ。ですけど一言で言ったら、何かって言ったら、これ積み重ねてるかどうかっていうのを患者さんが、いわゆるあなたがセラピストに一言聞いてください。なぜここを緩めてるんですか、もしくはなんでここを鍛えてるんですか、なんでそこ治療するんですかって聞いてみてください。そうした時に積み重ねてる先生は、あ、何々さんの場合は前回お腹の治療、例えば内臓の治療やったんだけども、これじゃ改善しなかったので、次はですねこの猫背になってる原因が胸郭、いわゆる肩甲骨にあるかもしれないので、肩甲骨に対してアプローチをしてます。で前回肩甲骨にアプローチをしてみたら経過として良かったので、肩甲骨の動きをもっと良くするためにこんなアプローチをしようと思ってます。なんで次はもしかしたらこういうことが起きるかもしれないって説明できます。ですけど積み重なってない人は、まあ、いわゆるここやってみよう、ここやってみよう、
ここやってみようみたいになってるんですよ。なので、そうなってきたら、なんでそこにアプローチするんですか？あ、ここですか？そうですね。なんかまあ、何々さん腰曲がってるから腰のあたりかなと思って、みたいなね。そこまではね、なかったりしても、まあなんかこうで、みたいなね。辻島が合ってなかったりとかっていうのもあったりします。なんで、これね、積み重なってる人ってちゃんと説明ができると思ってください。なんでここ治療してるんですかってボソッと聞いた時に、あ、ここが痛いからですとか、あ、ここが硬いからです。これ違いますよね。それが硬くなってる原因がなんでなんですかって話ですから。ただこの原因に対して、ここが硬くなってるのが、こういう動きをしてるからですとかね。っていう風にやっぱね、原因を積み重なって考えてるかっていうのをぜひね、聞いてください。ちゃんとでもね、この時間がかかるっていうことを誠実に言えるっていう人たちとか、あと何回で改善するかっていうところとかもね、これ改善するとか、まあ大体ここまでいけるんじゃないかって目星をつけれるっていうのも、結構この実力には当たってくるかなと。ね、整体院の人って、まあ大体これぐらい通ってくれればみたいなぼやぼやしてますけど、そうじゃなくってこれぐらい通ってたらここまで持っていけると思いますっていう風にね、ちゃんとこれぐらいの目安を作れる人っていうのもすごくいいのかなと思いますので、まあそういう意味でも説明ができるってとこが積み重なってこれぐらいじゃないかっていう経験値がある人もいいんじゃないかなという風に思います。なんで最後ね、まとめをしていきますと、問診をしない、そもそも原因を見つけようとしていないで、2つ目、患部に治療する、そもそも原因に対して結果に対しては治療をしている。で、三つ目は治療科の問題で、積み重なってるか、いわゆるなぜかってね、この積み重ねの治療ができている、根本的な治療ができているかどうかっていうところがありますので、まあ根本的に解決したかったら、この三つはぜひぜひ頭で気をつけていただけるといいかなと思います。ただこれはね、もう一回言います。否定してるわけじゃなくって、痛みをその場で解決したいってだったりとか、まずこの痛みをどうにかしたいっていうことであれば、全然ね、マッサージだったりとか、ね、こういう電気当てるとかっても全然悪いと思う。ただ、根本的に痛みが出ないような体作りをしたいってことであれば、ちょっとこういうとこじゃないんじゃないかってことをね、ぜひ意識してください。じゃあどこ行ったらいいのってなりますよね。そういう時はやっぱり、ね、逆に問診をしてくれる、話をちゃんと聞いてくれて触診指針をしてる、ね、患部に治療せずにちゃんと原因を見つけてくれる、治療してるね、ちゃんと積み重なってなぜか説明できる、こんなところに行けばね、根本的に解決できるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、その意識で整体院選び、整骨院選びをね、だったら医院選びっていうのをやってみてください。でね、どこ行っていいか分かんないってことであれば、私もね、整体院復活やってますので、全国でやってますので、ぜひね、気になる方は概要欄の方チェックしてみてください。今日の話よかったらぜひですね、チャンネル登録、高評価、コメントいただければすごく嬉しいので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、ですね、今日はここで終わりにしたいと思います。ぜひね、整体院選び、整骨院選び失敗しないように、ぜひね、こちらの方見てから選んでみてください。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。